サンダースパイはインテルサンダーボルト端子に起因するセキュリティ脆弱性の一種である。2020年5月10日に初めて公表された。この脆弱性により攻撃者は悪意あるメイド攻撃を用いて短時間でコンピューターの情報にアクセスできるようになる可能性がある。対象となるコンピューターは数百万台に上るとみられる。2020年5月10日。 オランダのアイントホーフェン工科大学のビオルン・ルイテンベリがサンダースパイ脆弱性を初めて公表した。この脆弱性を発見したビオルン・ルイテンベリは悪意あるメイドがすべきことはノートパソコンの背面カバーのネジを外しデバイスを一時的に接続してファームウェアを書き換え背面カバーを再度取り付けるだけである。これで悪意あるメイドはコンピューターへの完全なアクセスを 取得することができる。すべての作業は5分以内に終えることができる。と述べている。すなわち悪意あるメイド攻撃を用いることで攻撃者は約5分間でコンピューター上の情報への完全なアクセスを取得できるようになる恐れがある。2019年に報告されたサンダークラップ脆弱性もサンダーボルト端子を通じてコンピューターのファイルにアクセスするというものであり。 両者はよく似た脆弱性となっている。インテルサンダーボルト端子を搭載する Apple、Linux、Windows の端末がサンダースパイ脆弱性の対象となり、合わせて数百万台が影響を受けるとみられる。もっともこの脆弱性による影響の大きさは攻撃者がどれだけ的確に攻撃を遂行できるかによって限定される。攻撃者には脆弱性を有する。 サンダーボルトコントローラーを搭載した端末への物理的接触とサンダーボルトコントローラーのファームウェアを書き換えられるようなロムチップが必要である。加えてサンダースパイ脆弱性を用いた攻撃手順のうちコントローラーのファームウェアを書き換える部分に関しては端末がスリープ状態となっている必要がある。類点上にはサンダースパイ脆弱性にはソフトウェアによる簡単な 解決策が存在せず、サンダーボルトポートを完全に無効化することによってのみ緩和できると主張している。一方、インテルはビジネス用端末に備えられている多くの侵入防止機能を有効にすることによって、この攻撃の影響は大幅に緩和されるとしている。ありがとうございます。